今回のこのビデオではアプローチのリズム、テンポの作り方をレッスンします。皆さんこんにちは。本日はアプローチのリズム、テンポを養うための練習方法、素振り方法をご紹介します。まずアイアンを2本用意してください。このアイアンをグリップ同士このように2本つなげて両手で持ってください。ヘッドは両方下を向くような形にしてサイドが重い状態を作ってこのように構えます。この作ったクラブを腰にこのように当ててセットします。このクラブを遠心力を使いながら体をうまく捻転していきます。このクラブが円を描くように足を使いながら体を回します。例えば10ヤードのアプローチだとこのようなアドレスが作られると思います。実際にこのアドレスを作ってももにこのクラブを当てて膝を使って足を使ってこのようにスイングの練習をします。ここであまり速くしてしまうとこの遠心力でこのようにクラブが外れてしまったりうまい具合にこの円を描くことができません。実際にこのように持ってもらってきれいに円を描く遠心力クラブの重さを感じながら振ることによってある程度のスピードまでしかダウンスイングで振ることができません。あまりに速いと膝から外れてしまったりクラブがこのように外れてしまったりします。この両方クラブをつなげて両サイドに重みがあることを感じてこのクラブがゆっくりと円を描くようにスイングをしてみてください。この素振りを何度か行った後に実際にアプローチを持ってスイングを同じようなスピードで打ってみます。意外に自分が早く振っていたことに気がつくことができると思います。アプローチというのはゆっくり打つことで距離感や方向性を安定させることができます。アプローチが苦手なほどダウンスイングでこのようにパンチが入ってしまったりダウンスイングでいきなり早く上半身が左に突っ込んでしまったりという動きになってしまいますのでこの練習ドリルぜひ試してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。あなたのゴルフを格段に上達させるためのプログラムをご紹介します。ついに始動、絶対上達10日間プログラム完全無料公開決定。10日間レッスンで知らなきゃ上達できないゴルフの基礎を PGA ティーチングプロ竹内が徹底的に解説します。さらに77ページのゴルフナレッジ PDF をプレゼント。知らなきゃ上達できないゴルフの基礎テキスト77ページと1日1本10日間の計10本の動画レッスンを配信していきます。これでゴルフの基本は完璧です。ゴルフの基本をマスターすれば美しいスイング、キーアップ、スコア、全て手に入れることができます。登録方法は簡単です。10日間プログラム受講方法をご紹介します。 YouTube 左画面下に URL があります。こちらをクリックしてください。メールアドレス登録画面に進みます。テキスト77ページと動画10本を受け取りたいメールアドレスをご入力ください。以上で完了です。登録していただいたメールアドレスにメールが届きます。画面下の URL をクリックし10日間プログラムにご参加ください。3分
内にメールが届きますのでご確認ください。万が一届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合がありますので迷惑ホルダーをご確認ください。向上心あふれるあなたにはぜひ参加していただきたいプログラムになっております。期間限定募集となっておりますのでこの動画をご覧になったら今すぐ登録してください。あなたのご参加心よりお待ちしております。一緒にゴルフ上達に向けて頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。